タイヤに空気を入れていきます。空気圧の適正についてはこちらの扉を開けていただいたこちらですね、記載されてます。この車は適正はこちらですね、230となってます。では早速空気の方を入れていきます。こちらのガソリンスタンドによく置いてある使っていきます。で蓋の方を外していきます。じゃあそれでは今の空気圧を測っていきましょう。今が200ぐらいですかね。この車の適正が230なので、ここから少し空気圧足していきます。これで230入りました。最後蓋を閉めて、これで空気入れ完了です。